綺麗な受付のお姉さんたちがたくさんおります。ミキティではございませんか。ガリレオタイヤ試乗会ね。これがね、ガリレオタイヤだ。正直乗ってもらわないと口だけでは伝えてないんですよ。あ、そうですか。ということで、じゃじゃーん、三菱の木さんでございます。まだちょっと早いんだけどね、来ちゃいました。ケースの早速、あれこれ前俺お借りしたやつじゃないかな。ケースの大きいトラクターがございます。フロントパッカー付きで、あ、どうもおはようございます。どうもよろしくお願いします。ちょっと取材させてください。はい、すいません。じゃあ受付を、おはようございます。もう綺麗なね、受付のお姉さんたちがたくさんおります。どうもよろしくお願いします。お邪魔します。私の動画を見ていただいてるんですか。ありがとうございます。いや、視聴者様でございました。ありがとうございます。皆さん農家さんなんですか。あら、まあ、やっぱりね、農家のね、皆さんお綺麗な方ばっかですんで。これなんですか。これはこれ組み立てて老眼であんまり最近ね。これいいですね、このスコップね。これいただきます。プレゼント付きでございます。はい、どうもお邪魔しました。すいません。あ、グッドチキンさんでございますよ。おはようございます。これ杉山くん大好きなんだよね。あのね、杉山くんね、今来るから。あ、うん、さっき LINE で待ち合わせてね、あの、私10時に来るからって言ってあるんで、また食べに来ると思いますんで、よろしくお願いします。食べ物も豊富だね、これね。甘いものが、タコス、なんかいろいろありますが、まず外から見るかい。ケースのこれ何馬力だ。200馬力、165馬力。いや、ずらずらーっとあるね、トラクター何台あるんだこれ。はい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 、もう豊富でございますよ。クローラーだね、フルクロ、1800万のフルクロでございます。これならもう優先戦は負けるわ ね。これ1台あると絶対いいよね。雪の中もいけるのね。小型のね、小さいトラクターも豊富にございます。この辺中古ですね。伊勢久保田が置いてあります。いろんなメーカーさんの機械が置いてあります。あー、菅野さんの5連こんだけ大きかったらいいね、これね。あっちは6連か。大きいです。すごいです。マンダムね。あー、聞いたことあるね。マンダムのスプリングハローっていうんですか。これ鎮圧かけて、なんかギザギザの、なんか面白いですね、これね。鎮圧してガタガタになってくわけ、これ。あ、レムケンのまた、なんですかね、これね。レムケンのシードベッドコンビネーション500万。これはハシキーでしょうかね。これはデガですね。なんでも掘れるデガですかね。おはようございます。あ、これはこれは、ミキティではございませんか。どうもいつも大変、特に前田くんにはね、いつも来ていただいてお世話になっております。明日のね、前田くん来る時に来ようと思ったんですけど、小麦のね、再防除しようかなと思ってそれでね、今日あの朝一で、これからね、杉山くんもね、来ると思いますね。 LINE でさっきね、あの連絡取ったんで。なんか今日ペッタラコーイのタイヤの実演があるって聞いたんですけど、ガリレオタイヤ試乗会ね。あ、乗れるの。おはようございます。あ、ガリレオタイヤ、千幌の野曽原さん、はい、ガリレオタイヤ1年間試験させてもらって、あ、そうなんですか。ずっと使っていただいたんですよね。下聞けば一番よくわかるってことですね。1年間使ってみてどんな感じでした。正直乗ってもらわないと口だけでは伝えてないんですよ。あ、そうですか。クッション性がいい、かなり。あ、したらもう普通のクローラーよりも全然良くて、クローラー腰痛いじゃないですか、はいはい、あ、ガタガタガタってね、なるって言いますよね、うん、例えばリムとか巻いて、はいはいはい、スプリアそのままやるじゃないですか。スプリアなんかちょっとアウトさんのも見てても、ちょっとやっぱ意識った時なんか、いや、危ないですよね、はい、かなり効果はあだろう。防除ね、まあ、ってます。芋ならもう防除ね、作っちゃえばこれ走れますからね。そうです。あ、やっぱりそのためが今、そのサイズがないのでね、それ欲しいですよね。あの豆とかビートとかね。え、そちらさんはガリレオ社の方っていうことですね、はいはい、あ、扱ってるね。いや、私これすごく興味あるんですよ。クローラー買うったら本当高いじゃないですか、はい、クローラータイプのトラクターを買わずしてこのタイヤを買えば、その効果が同じになるんなら絶対これ買いですよね、はい、いや、特にね、防除に欲しいんですよね、私ね。だから、まあ、これの幅狭があるとありがたいんですけど、でも芋ならこれいけますわね、これね。42であるんで、特に 16.9 っていうサイズの、16.9 というサイズだ、になるから、ちょっと芋箱には太いですよね。ああ、そっか。やっぱ 12.4 か 13.4 っていう。ああ、なるほどなるほど。芋にもちょっと太い感じなんだ。そうなんです。芋のハーベスターとか、うんうん、トップワンとか引くには、これであのトップワンとか引いて芋掘りにもしたらいいですね、これね。今年みたいな年なら特にね。わざとにあのチケったところ行って、うん、やってみたんだけど、いけちゃうんですよね。あ、いけちゃうんだやっぱり。泥はけが素晴らしくいいんですよ。泥はけがいい。タイヤにくっつくちょうどね。最初で一瞬落とすけど、ね、その後はもうほとんど。あ、くっつかないんだこれに。あ、動くからだねこれがね。これペッタラこうになるからね。口みたいな動きをしてて、うんうんうん、いくと開くんですけれども、ポイント閉じるので。泥を吐いてくれるんだ、はい、だから牽引力もいいチョコですねこれね。ちょっと乗ってみてもいいですかこれ。私ちょっと乗ってみますよ。せーの、よっこいしょういちと。どうやってかけんだ。まずニュートラルにして、はい、ちょっと私ね、三菱さんに一回お借りしちゃったんですけど、これでいいですか。で、回転が、はい、こんな感じで、ちょっと今運転してます。なんかね、木がいっぱい引いてあって、え、思ったよりデコボコしねえな。ガタガタするかと思ったら、意外とクッション性がいいですよ、これ。へー。
はい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 、もう大注目ですよ皆さん、私のことを見ております。面白い面白い。あ、こんな感じなんだ。普通のトラクターと同じですよねこれね。はい、こんな感じでちょっと乗らせてもらってます。面白いです。あ、これがねガリレオタイヤだ。うん、これやっぱ乗ってみたら分かるねこれね。非常にいい感じ。なんか意外と居住性がいいっていうか、キャブサスとかついてないトラクターなんですよ。あ、そうなんだ。こういう木を置いてあるからガッタンガッタン来るかと思ったら全然来ないですねこれね。これが今日ちょっと一番見たかったとこなんでね。これ興味あるな。そうか、芋の棒でもこれに合わせて棒状に作っちゃったらいけるね。棒状に ね芋の棒状がね一番ね雨跡とかねぐっちゃぐちゃの時入りたいのさ。これどうなんだ、芋2本またげるのかな。あ、またいでも踏んじゃう。タイヤ太いんで踏んじゃうか。リボンとこちょっと入ってみたんですダメです。あ、ダメ、やっぱ太いんで踏んじゃって、うん、あ、踏んじゃうんだ、うん、でも近々なんか細いの出るって言ってましたよね。あ、まだわかんない。ぜひあの日本仕様に防除にやっぱり使いたいよね。してクローラー買うったって高いじゃないですかクローラーで。でもね非常に面白いです。芋掘りにも最高いいみたいですしね。あ、そうだ、気になるお値段はおいくらなんですか大体。お値段ですね、ちょっとあっ向こうで、あ、じゃあちょっとひっそりとちょっとお値段を聞いていきたいと思いますが、かっちりしたお値段はまだ決まってない。こちらの QR コードを用意しております。この QR コード読んでから取りまとめ販売ね。お声次第だと。お声次第。どれだけ皆さんが買うかによって価格が変わるということですか。なんとも、はい。ここで取りまとめしたらいくらになるかっていうのがこれから出てくるっていうことですね。じゃあ、価格はね、楽しみに待ってるということで。あ、そうですか。いや、ありがとうございます。初めて乗ったんで、意外とね、乗り心地が良くて良かったです。あとね、使われてる方ともね、お話できたのが、もし機会ありましたら、野沢原さんのところで、ちょっと乗らせてもらいたいと思いますが。はい、ありがとうございました。今日はね、すいません。お邪魔しました。どうも。風船が大好きなおまごちゃんです。膨らませますか、うーって膨らませますかハーモニカみたいだね。歯磨きしてるな風船で風船の感触面白いね。後ろに映ってる M7 かっこいいね。わー、うん、まごちゃんは今日はトーマスの服着てます、はい、ここにトーマスいるもんね。あ、ここにもいるもんね。このモコモコのポケットがね、かわいいんだよね。冬っぽいね。肉かじってるみたいね。お風呂上がりにおっぱいを求めてます。指吸ってます。かわいい。かわいすぎる。髪もふさふさ。そんなことより早くくださいよって顔してるね。かわいいな。喉乾いたね、お風呂入ってね。綺麗さっぱりだね。うん、やかいやかい。じゃあ、おっぱい飲もうねー。